キャドー族神話伝説集より第7話種の由来。偉大な父が蛇女にあらゆるものの種を与えて、これを地にまくとやがて緑の芽が出る。緑の芽が出たら水をやって大切に育て上げなくてはならぬ。そうするとやがていろんな実がなるから、それを取って食物にこしらえるのじゃ、と教えました。蛇女は偉大な父に教わったようにして食物をこしらえていました。そのうちに種がだんだんと増えてきましたので、人間たちに分けてやろうと決心しました。彼女は二人の息子を呼んで、食物の種を人間に分けてやることにするから、お前たちも手伝っておくれ、と言いました。二人の息子はめいめい大きな袋に種を詰めて瀬名の上に乗せました。そして世界中を歩き回って、あらゆる人間にあらゆるものの種を6粒ずつ分けてやりました。蛇女は人間たちに向かって、種を地にまくのです。そうしたら緑の芽が出るから、それを大切に育て上げるのです。子供たちに触らせないように気をつけなさい。指を刺させてもいけません。と言いました。こうして人間は食物を手に入れることができるようになりました。そして蛇女の教えを守って、芽が出たら一生懸命に大切にして、固く子供を戒めて、指を刺したり触ったりしないようにしています。